お疲れ様です、ラットです。そして、どうしたこちら、ケイケイです。お願いします。お願いします。ラットさん。あ、珍しく、はい、まともな挨拶です。いつもなんかするんですけど。確かに、猫さん、こう、わーって言ったよね。はい、まあ、普通ですよ。いや、撮影本数結構長いですから、今日。はい。今日僕らちょっとバテてるかもしれない。まあでも本日ラストね。ラストの動画。気合い入れてね。気合い入れていきましょう。やっていきたいなと思います。でも久しぶりにね、ちょっとハンデ戦をね、出たと思います。いや、それで言うと、はい、僕のチャンネルか覚えてないんですけど、はい、ハンデなしで無言バーサスでやった時勝った覚えありますからね。そうなんですよ。最近よく負けないんですよ、キュウキュウさん。いや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 、最近でもドズさんの方が負けないですもん、僕。あ、ええー。キュウキュウさんの方が負けますもん。いや、それ舐めてんすよ、だから。いやいや、舐めてないです、マジでマジで。もうドズさんのフレーバーとしてもやっぱ負けますもんね、やっぱり。いやもう、キュウキュウさんがもしかしたらこう。あれあれで、ね、まあ、あんま言えないですけどね。あれで、ね、というわけで、ね、はい、はい、ごめんなさい。今日はですね、はい、指定クラロワをね、やりたいなと思います。指定カードなんで、はい。枚数はですね、出た。まあ、6枚でいいかな。ええー、やりすぎですかね。まあ、いや、やってみましょう、やってみましょうよ。6枚でね、キュウキュウさんに6枚入れるカードを言ってもらって。僕が言うんですよね。はい。残り2枚でね、まあ。なるほど。勝てるかなと。これ僕知ってるんですよ。僕これやるとき、はい、こう全部呪文とか全部重量級、僕はですよ、はい。僕はあんまりだなと思うんですよ。あ、はい。結構コンセプトに従って、送りつけること結構僕最近やってるんですよね。はい、で、動画回ってないところでも、なんかそういうトロフィーが2000とか離れちゃってるとさすがにあった方が面白いじゃないですか、はい、ハンデみたいのが。そうやってるんですよ。だから僕ちょっとコンセプトで送りつけますね、そしたら。じゃあ、何でしょうか、ちょっと楽しみですね。6枚お願いします。6枚いいですか ?6 枚ですか。スパーキーですか、まず。え、なんでスパーキーなんですかなんでスパーキー送れるんですか好きじゃないですか。いや、好きですけど。じゃあコンセプト。うん、はい。僕のコンセプトはですね、突撃コンセプトで今回おー、いや面白い、いや、それ面白いです。ラムライダー、はい、ラムライダーかなの。ユウの投げたら強いもんな。いや、でも突撃っすよ。じゃあユウので、騙されやすいタイプじゃないですか。で、バルーン、バルーン、バルーン、おー、はいはいはい、突撃する感じ、はい、ムート、バルーン、ムート、はい、これ結構きつくないですか。ちょっと重いですね。まあ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 、まあ、ロイホグ、おお、いや、いらねえ。ロイホグいらねえ。攻めますね。攻めますよ。すごい攻めるデッキっすね。これあとホグ、おお。ホグ三種盛り。いらねえ、マジでいらないっすよ、ほんとに。まあまあまあ、これ結構厳しいっすよ、絶対。え、結構厳しいっすね、マジ。もう僕はもう普通のじゃあマルチだと思いますね。あ、はいはい。普通にじゃあマルチに行くぐらいの、まあ、マルチで当たったって感じ。そう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 。まあ、僕ぐらいになるとお、まあ、勝っちゃうっすよね。いや、勝ちたいな。行きますか。行きますか。余裕で決めれますね、こんなの。ほう。ファイボザップみたいなことですか。甘いっす。甘いっす。よろしく。よろしく。もう普通に行きますから、別にその、はい、ホグを送りつけたとかもう忘れます。はい、もう普通で、普通でいきましょう。マレルちゃん出させていただいて。いや、使いたくないんですけど、ね、やさめ、やさめですよ。僕やさめ得意なプレイヤーなんですよ。あ、やさめ得意系 YouTuber なんですね。レアなんですけどね。やさめ使ってる時トロが上がるっていう、やさめ系 YouTuber なんです。やさめ系でしょ。そうなんですよね。いや、これ守りきついでしょうね、絶対。ラムライディきついっす、マジ。よしよしよし、あれ、いや、でもこれいい。よしよしよし。いや、結構入ってる、確かに。やっぱありますね。ありますね。いや、厳しい、絶対厳しい。メガゴサイター、さあ、いや、さっき。こうすると逆サイくんのか。わあ。まあ、そうですね。まあまあ、こうなっちゃいますね。ですね。で、やさめを回ってない系ピーポー。いや、回ってない系ピーポーなんですよね。ここで。おー、まあまあまあ。やさめ、やさめ。まあまあまあ。よし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 。これがね、これ結構きついっすよね。いや、これきついんですよ、マジ。入っていく、これ先輩。あっしゃー。でもよし、いやー、
いやー、それはもうね、完全に。これで、よしよしよし。いや、全然、全然いいっすね。全然いいっす、全然いい。いや、結構だって、気づいたんですけど、やっぱ、ラスさん、陸が多いんですよ。スパーキー、ドンザザルっていう、検証結果出てますね、これ。分かってましたか。これ、検証結果出てますね。僕もね、スパーキーきついなと思ってたんですよね。確かに。よしよしよし。もう、なるほど。これ、あげますよ。あと見せかけてあげますよ。ああ、あげます。ありがとうございます。ここですね、マジ。ここの防衛、くっそむずいじゃないですか。絶対むずいっす。マジで。本当にむずいっす。やさめなんですよ、キーワードは、やっぱり結局。そうなんですよね。どこでこう、やさめを。そうなんですよね。うわぁ。いや、めっちゃやさめ使わせようとする。いやでもこれはね、いい防衛してるんですけど、え、なんかよしよしよし、待って、これ来るのか、あ、まずい、もう見えない見えない見えない、待って待って、やばいやばい、やばい、この謎のヤサメ、いや謎のヤサメ来た、おいしい、美味しいけど、いやでも、え、これだって耐えてますよ僕、これ最強っしょ、いやそれずらい、最強っしょこれ、それずらいけど、だって6枚って言うじゃないですか先生が、先生6枚言うから、あれっすよもう、いやまあそうですね、なるほどなるほど、そうですねつって、先輩はい、1枚減らしてください、はい、1枚減らしてください、でも違うコンセプトでいいですか、あ、新しい5枚、新しい、ごめん、はい、全然、確かにこれ結構そのね、空絶対きつい系ピーポーじゃないですか、あ、攻めしかいないですよ、攻めしか、そうっすよね、そうっす、どういう、はい、どういうコンセプトでいこうかな、まあ、ゴブリンだけ、空だけ、あー、なるほど、遠距離、近距離、あ、遠距離だけ面白いっすね、いや待て、いやダメ、遠距離だけ知ってんすよ、ラッドさん遠距離うまいんすよ、吹きゴブとかプリンセスとかもう負ける未来しかない、じゃあ、近接攻撃、おー、はい、系でいきますよ、はい、近接攻撃で5枚、でもコスト低い順に近接いってますよ、はい、ただスケルトンとかだとちょっと最強なんで、はい、ラッツァンスケルトン一番強いんでナイト、あー、はい、ナイト、ナイト、バーバリアン、バーバリアン、はい、ちょっと強そうっすけど、ね、確かにナイト、でもナイトちょっとキャラかぶりっすけどね間違いない、で、優しさのガゴ、おー、え、優しいと見せ、優しいと見せかけてリババいらないなマジでいらない、あ、あと、あれ、あと1枚ですか、はい、うん、金子じゃないですけど、ここあえてラッツさんのやっぱ良さ見たいと思うんで、シュウズさんもミラー、おー、面白いですね、これ面白いですよ、これちょっと挑戦状ですよ、僕もちょっと挑戦してますよ、ラッツさんにミラーどう使うんやねんっていう感じの投げ方ですよ、これこれむずえ、リババエリババババが鬼畜、いや、そうなんすよね、すごいっすね、これまたこれすごいデッキですよ、いや、そうなんす、エリババ入ってんのかっつってこう悩む人いないっすけど全然いない、全然いない、え、もう一枠欲しい、ちょっと待ってあの、ここに来てミラーがちょっと邪魔まさかの、まさかの、あ、もう見えました、僕見えましたっす、僕残念ながら見えました、いや僕見えましたね、これ見えましたね、ちょっと僕、いやこれなんですよねやっぱいやこれはね、出しますよ僕、はい、これ面白いデッキ使います僕も、いや僕、ね、いやガチですよ、ガチですよ、もちろんこういうのがうまいんですよ僕、あ、こういうの気づきました、よろしくお願いします、はい、お願いします、まずですね、はいはいはい、もう出しちゃいます、私は、おー、ホグ、あれ、あー、なるほど、まあまあまあ、まあ、親の顔より見たらあー、完封されるんですねこれ、はい、いや、美味しいですね、ありがとうございます、ハルチ、ハルチです、あ、ええ、メガナイトスキャン、いや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 、そう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 、トルネ、ザップ、それは安直っすよ、さすがに安直ですかね、さすがにですよ、はい、うーん、することないゲーミング所属っすね、あれ、暇しちゃってますね、暇しちゃってますね、これちょっとだるいんじゃないですか、うん、いや、それちょっと、はい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 、インドリー、インドリアン、インドラなんか見ないっすよ、元凶さんのキヨイキヨさんのインドラなんか見ないっすよ、マジ、あ、待って、やばい、ミスったかも、よしよし、いいぞ、インドラが、さあ、これザップとか入れてるのか、果たして、ちょっと待って、おっと、3ガガ、そっか、3ガガか、
いやちょっと待って、なんでキャンキャンさんが全然何それ何それ。いやこれこう僕あれなんですよね、好きなんですよこういうカードが。ちょっとすることないゲーミング所属ですね。いやちょっと待ってくださいよ、なんだこれ、することないゲーミング所属、ホグファルチェドラドラ。え、ちょっと待ってください、あれじゃないですか、はい、なんかアリーナ、はい、どっかのアリーナから持ってきたいや一応レジェンドアリーナにやりました、多分多分ですけど。舐めてますね。いやいやいや違いますそんなことないですよ。いやこれが絶対刺さるなと思うんですよ。ババでしょ、ババエリババっつったらもうこれメガナイトファルチェがもうこれガンメタっていう表現が多分正しいですよ。いやー、よしよしよし、痛いっすね。あー射程そんなないね、ちょっと痛いんですけど。これデデデですか、デデデゲーミングしよう。あーそっちかもし、レイジレイジっすか。いやちょっとこのスケアミが頑張れ、よしよしよし、いいんじゃないですかちょっときついなー。いやでいやこれガッツポーズしてて もう言うても僕結構削られてますからね。メガナイトっすよね、はい、まあ一見メガナイトチックですけど、一見メガナイトチックっすね、はい、一見メガナイトっすけどね。いやこれはねでも僕としては勝てると思うんですよね。ですか、おーエリババちゃんが来て、本当です、よいしょ、こう気合の防衛見せる。あ、意味ない意味ない意味ない、あれワンチャンいけますマジ。いやそれ誰、あ、よし、これちょっと、あーあーあーって言われた先輩、やばいこれはミス先輩やめてください、これはやめてください、これは終わんない、終わった、これ終わった。いや俺今色気出したな、色気出した、色気出してインドラ読み読みロイジャーしちゃったの、色気出して出しちゃいましたね。うわ色気出した今マジで。すいません、5枚がちょうどいい説ありますね、はい、5枚か変えちゃいます、ラスティング、ラスティングちょっと変えますか、はい、そしたら何でもいいですけど、うーん、色とかでもいいですけど、おー色系、色系、あ、分かった、はい、クラクラで出てきたカード縛り、おーやっぱ言ったらウォールブレイカーもそうですし、プリンセスとか出てないですよね、クラクラ出てないです、出てないです、出てない、しかしネクロとかは出てるわけですよ、はい、ライドラも最近出てました、あ結構強そうだな。僕が選ぶんですか、キョウジさんが選びます、いいですよ、選んでいいですよ、あら、はいはいはい、はい、選んでいいんですね、だいぶ多分僕も予想はできるんですよ。まあそれで言うと迫撃砲も大砲もいいですよね。あー、はい、はいはいはい、え、強いで、え、強いいきますよこれ。でも、やりゴムってないですよね、ないっす、やりゴムないんで、ギャングないんで、はい、それ注意必要ですよ。コウモリはありですか、スペルの。あ、そうか、コウモリありになっちゃいますね、そしたら、はいはい、スペルあるんで、キャーってめっちゃ出るね、コウモリやる、うん、アイスイズとかディガーとかホグもね、ありますね。そっか、いや、まあまあまあ結構あります、それで言うと、結構陸系が多くないですか。いや、待てよ、ラバルもできる、ラバルもできる、ちょ、それダメっすよ、えそれずるいっすよそれ勝てんすわ幅広すぎロイジャイとかないだけで5枚選んでくださいよ、確かに、じゃあその中で選べていいですか、はい、はい、やっぱね、みんな大好き、ボウラー、おー、いますね、ボウラー、逆にあえてのゴレ、おーゴレありますよね、ゴレ、はい、ゴレボウラーっていうのは、はいはいはい、はい、ゴレボウラー、そういう感じでいきますよ、ゴレボウラー、面白いですよね、もう目についたやつ飲んでいきますよ、ダクネですか、ウォールブレイカ ー、あ、クラクラの編成で強そうな編成しますわ、クラクラのゴレ編成でいきますわウィズ、ゴレウィズ、ゴレウィズ、入りましたね、入りましたね、今のところ結構なんかしっくりきてますね、ゴレウィズ、ウォールブレイカーは、あとまあレイジ、レイジやりますね、みんな入れるっすよね、必須ですね、必須ですね、あれ今何枚ですか、もう5枚ですね、あ、もう5枚、ゴレボーラービズウォールブレイカーレイジ、なんか相当クラクラでありそう、うん、いやもうありますねあるまである、本当にちょっとね、こう面白いデッキ使いつつちょっと相性のいいやつを選びたいんですよ僕は、でも勝てそうですけどね、ここまで来たら、いや先輩先輩そんなんやめてくださいよ、ボウイーが結構やだな、ボーリーいい味出してますね、いやそうなんですよね、こう細かい系が、細かい陸バレルとかスケアミがすぐやられちゃうのがちょっとネックオブネックっすね、これの光栄がむずいっすね、あーできましたね、あーもう僕もできました、いやもうこれ勝ったっすわ、いやこれ勝ったっすわ、これやばいっすよ、これだって
見た目めちゃくちゃ強い。あれ本当っすか。はい、よし、よろしく、よろしく。よし、でも前6枚指定してもなんか負けてた大家があるんですよね。これきついなマジで。あー、初手のあはーんってやつ、明らかにね、あれっすよ、昔より吸血さん強くなってますね。あ、それ嬉しいですけどね。つらい、つらくはないやる側としてはちょっとあれ、まあ、楽しいですけど。よしよし、ファイボ、ファイボです。ファイボマジアチャ、ゴレマジアチャなんですね。あ、いや、ちょっと最近マジアチャ好きなんですよね。なんかまあ、でもプロ選手すげえ上手いイメージあるんでね、自分が使うと全然使えないんですけど、慣れっすね。さあ、コーム、ヨロピク、よし、どうすか先輩、ヨロピク古くないっすか。そこそこヨロピク古いなっていう。ヨロピクは確かに、ヨロピクって僕らがどれぐらいですか、小学生とかの時の中高。いや、もう本当にめっちゃ前、めっちゃ前っていうのしか分かんないです。あれ、これは？ああ、なるほど。ちょっとやばい。おっと、これ入りますよ、これ。いや、ミスった。入っていく。そしてあれ、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 そして、あれ、ちょっと入りますよ、これ。いや、これあれ、相性を生かした。ちょっと待って。いや、ああ、やばい。まあまあ、そうね、やっぱ。やっぱ5枚知っちゃってるんで、こうメタれるんですよね。ファイボ回るのめっちゃ早くないですか。あ、結構あれ強そうなデッキですよ。いやー、なんすか、いやえ、ビョンギさん、ちょ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 、あれ、ちょっと先行、中身キヨキヨさんですか。中身は僕です。ちょっと待ってください、本当に中身僕です。中身キヨキヨさんじゃない説ある。ちょっと待ってください。本当にキヨキヨですよ。キヨキヨですよ。キヨキヨですよ。キヨキヨ端末やってますよ。待ってくださいよ。本当に、あれ、なんか最強くラットさんにすごい勝ててて嬉しい。まあ、もちろんね、もちろん5枚してですからね。もちろん5枚してですから。いや、なんかあっさりすぎますね。はい、まあ、悔しいっすね、ちょっと。いや、これ超嬉しい、超嬉しい。いやー、もうね、キヨラットが人気で秘訣ですよ、これが。勝っちゃいますか、結局。すごい、すごい、マジで。うわー、いや、楽しかった。いやー、5枚して、ちょうどいい説。ちょっと次、優しくしたいっすね。次、リベンジしたいっすね、また4枚ぐらいで。あー、いや、ぜひ、はい、なんか最初4枚ぐらいがこう、オーソドックスでしたね。はい、で、こう、だんだん増やしていって、最終的に7枚とかになって、はい、で、なんかね、ラッド式言うのとか強いじゃないですか。はい、ありましたね。そういうのでボコボコにされた経験もね、1年前とかありますから。いや、ありがとうございました。いや、もう次はね、ボコボコにしたいと思います。楽しみにお願いします。本日ね、コラボさせていただきました、キヨキヨさん。じゃあね、概要欄貼っておきますんで、ぜひ、コラボ動画めちゃくちゃ撮りました。今日めっちゃ撮りましたね。はい、ぜひそちらも見てみてください。見てください、お願いします。チャンネル登録の方もね、ぜひお願いします。僕らもね、忘れないようにお願いします。あっす。というわけで、終わりにしたいと思いますよ。バイバイ、バイバイ。